眠い。はい、どうも。すいません。延長バグ直して、運営さん。朝の7時か。今日何日だ？ 2019 年の1月の29日火曜日、朝の7時です。コラボとつまちやってます。よろしくお願いします。よいしょ。いやー、合わないなー、バイブスが。きつかったね。きついよ。まあ、コラボ。はいはい、コラボね。いや、俺もきつかったよ。はい、ブルーカラーですか、ホワイトカラーですか。ブルーカラー、ホワイトカラー。ああ、私、その辺あんまわかんないです。ブルーカラーだと思います。あ、了解です。はい。なんか私にセフレができたとかいう噂が流れてるんですけど、あほれ全くうほうほう。の嘘です。もう一回だけお願い、ごめんなさいね、ごめんなさいね。もう一回、お願いします。どういったお話、はい。まず自己紹介、海宝です。元、あ、はい。お世話にあ、なっいてたやいや、やと思めていくまだす。さいね、元とか、もうどうでもいいんで。で、何ですか、ご用件は。お話ししたいことは。和はい。道さんのところに、私が陰で和道さんの悪口言ってるだとか、のんちゃんのいやいや、悪口言ってるださっときとか、話が近かったんで、元に戻してください。さっきのことを、もう一回お願いします。はい。私はい。にセフレがいるとかいう噂が流れてるらしいんだけど、流全れくてのる、大ちょっと待っ嘘。てくださいね。噂が流れてるらしい。憶測の話ですか？いや、便所さんから直接聞きました。便所さんが何て言ってたんですか？便所さんの枠で、おう、便解所さ放。ん、便所さんの枠で、はい。便所さんの枠に遊びに行ったら、遊びに行った、はい。で、挨拶したら、おう、はい。解放。なんかセフレできたらしいなって言われて、はい。で、私セフレなんていません。彼氏しか、ね、彼氏としかそういうことしませんって言って、はい。とにかくセフレなんていないんですよ。セフレはいないんですね。はい。はい。それをなぜ僕に言うんですか？いや、なんかそういうことが回ってきたらしいから、回ってきた。で、和道さんは得ちょっ意と待っ欲てくだがあさるい。から、ちょっと待ってください。回ってきたっていうのは何ですか？便所さんがセフレできたらしいな。いや、私は彼氏としかそういうことしません。それをなぜ僕に言うんですか？いや、回ってきたからの意味がわかんないんですけど、何が回ってきたんですか？和道さんのところで話がは聞い。くと、影響力があるから、ちょっと待ってください。和道さんのところで話が出ると影響力があるからって何のことですか？便所さんの話は分かったんですけど。だから狐で、狐で？和道さんのところにも、はい。逮捕セフレできたらしいぞって回ってきたらしいっていうのを、は回とっばってきた。に聞いたんですよ。全部じゃあ不確かな情報ってことですか？そうですね。ああ、なるほいど。や、便所さんとは私コメントしたので確実です。はで、和道さんのところに、あ。はそういう話が言ってるっていうのは、はとか飛んできました。あ。はあ、そうなんですね。はい。で、はい。何なんでしょうか。あとは、あとはじゃなくて、で、何なんでしょうか。で、はい、その件について、で、何なんですか。だからそれは否定します。受話器でやってください。あ、はい、わかりました。はい、ありがとう。はい。あと、私、はい。レンタル開放っていうのを始めようと思って、はい。もう、破門されたじゃないですか。はい、あなたは破門です。はい。だはから、い。自分の独自のやり方でやろうと思って、
私はリスナーさんとも大事にして、会いたいんですよ。リスナーさんとも。だからリアトツみたいな。勝手にやればいいんじゃないですか？だからそれに対して昨日ね、なんかキツネをやってたら、ワドだけど、お前配信、リスナーと会おうとしてんだろうって言って、それで映画を下ろすからなっていう、キツネが来たんですけど、それはワドさん本人ではないですか？僕はあなたの放送を見てません。あ、本当に、じゃあ、間違いです。なんか、和道さん本人らしき人が偽装して、お前、リスナーと絡もうとしてんのかって言って、来たんですよ。で、私はそれを和道さんだと信じ込んでて、和道だけどって言ったから。だから何なんですか？不快なんですけど。不快ですか？はい。じゃあ、とにかく。不快です。僕は何もしていないのに、はい、便所さんでどうのこうのとか、はい、私の枠にこういうことが来たんですけどって、あなたの問題ですよね。はい。僕、あなたの放送見てませんから。あ、不快です。あ、見てないならいいです。いいですじゃない。不快だっつーの。いや、不快だって言われても。不快だよ。いや、昨日来たんですって。知らないよ。あんたの人生だろ。そうですね。じゃあ、本人じゃなかったってことでいいんですね。本人じゃなかったってことでいいんですね、じゃないよ。俺だっていう確証を出せよ、疑うんだったら。いや、キツネだから分かんない。あんたが勝手に疑って、あんたが勝手に騙されて、なんで俺のせいにしてんだよ。いや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 。だから、キツネだから、本人かの確認が取れなかったんですよ。そういう、そういう機能だから。はい。だから、はい、でも LINE で聞くのも失礼でしょ今。は？本人ですかって。あのコメントを書いたのは本人。あなたのことなんか知りません。見ません。いや、いかにも本人。嫌じゃなくて見ないんだよ。嫌いだから。嫌いなもんは見ないの知ってるだろ。そうだけど、噂を聞きつけてきたのかと思って。だから噂でしょ？そうですね。じゃあ、本人じゃないということでよろしいんですね。だ、本人じゃないって言ってるけど、何なんですか？わかりました。何がわかったの？あ、だから私はリスナーさんと交流を深めるまでいかないけど、交流を取ります。知りません。そんなこと関わる気ありません。勝手にすればいいんじゃないですか？あなたの人生なんで勝手にすればいいんじゃないですか？あなたのやりたいように。はい。わかりました。私もたまに配信を見ますよ。ワゾさんの。結構です、見なくて。見なくて。僕アイテム投げて応援してくれる人のために放送やってくれてるんで、やってるんで、僕はね。はい、見なくて結構です。ブロックしてください。はい。はい、コンティニューコインは投げます。いらないです。はい。困ってないんで。あ、そうですか。はい。わかりました。はい、さよなら。はい。まあ、はい、たまに見たいんで、いや、結構です。あ、じゃあ見たいときは花火投げてください。もしくはお茶爆投げてくれれば、いいんで。いや、嫌じゃなくて、周りが迷惑してるんで。はい。ロムル分には干渉されてないんで、はい、僕らあれなんですけど、あなたがコメント書くと不快だっていう風に、はい、DM も LINE も来てるけど、僕は放送でそれを言ってませんから、あなたにそれも言ってませんから、はい、はいはい、迷惑なんでアイテム投げる分にはコメント書いて結構ですけれども、はい、僕はアイテム、はい、どうぞ勝手に見てください。はいはい、はい、わかりました、はい、さよなら。はい、じゃあ失礼します。なんなん本当に。不快だわ。不快だわ。あ、本当に。
あれ？画像バグった？いや、売名だよね、本当に。本当売名。あれ？あれ？元に戻んなくなった。あれ？どうすればいいんだ？あー、見えない。コメントが、ま、あ、見えた。なんなんだよな、本当にな。クソ迷惑なんだけど。話の内容を聞いた上で不快だっつってんだよ。おはようございます。42号さん、アイテムありがとう。いいじゃん。向こうの方が閲覧あるんだったら向こうでやってれば。ねえ。向こうでやってりゃいいんだよ。向こうで。楽しんでる俺らをさ、ねえ、花火ありがとね。では、別の人、別の人。いいんじゃない？別に1500円で何しようが。そこは別に興味ないもん。別に俺だってステッカー売ったりとかさ、ね、T シャツ売ったりとか、グッズ売ったりとかもしてるし、飯食うときにね、1、2万包まれることもあるし、別にいいんじゃないの。弟子じゃないです。はい。いいんじゃない？もう俺関係ないもん。NG だから NG。
ワドさん、下頃は見に行く予定ですか？あ、出演する予定です。第一試合出ます。俺は政治家にあんまなる気はねえかな。政治は頭いい人に任せるよ。守ってくれんの？ 心強いね。俺は頭良くないよ、全然。中卒だよ。義務教育で終わってんだよ、義務教育で。地頭良かったら学校出てるし、いい大学行って、地頭が悪いから、今日、高校通いきれなかったんでしょ。中卒で地頭のいい人なんかいないよ。地頭が良かったらサラリーマンとかいいところに勤めて、ね。ちゃんとや、生活するでしょ。地頭が悪いから、教育、義務教育で終わっちゃったんだから。でしょ？まあ、東大出てニートの人はいるかもな。生活大変だった。大変だったかな。まあね、そりゃ、中卒よりも大卒取るでしょう。ねえ、なんか浅野先生ディスられてるね。屋台船行くよ。ああ、表情悪いよね。すぐ顔に出るからな、俺。楽しい人とね、話してるとね、すげえワクワクするし、ニコニコするんだけど、嫌いな人と話してるとね、すぐブスッとしちゃうんだよね。表情に出やすいよね。屋台分ね、いつだったかな？スケジュール来てたけど、把握してない。ちょっとバタバタしてたから。
スケジュール管理しないとね、2月の。大学出て、ああ、だって仏教って生きるのが辛いっていう人の宗教だから、生きてることが楽しい人には出会わないと思うよ。生きてるのが辛いとか、生きてて嫌だっていう人のための救いだから。表現っていうかね、感情があらわに出てるからね、表現どうなんだろうね。あ、これすぐわかるよね。東京の貧乏暮らしなんてこんなもんだよ。東京の貧乏暮らしなんてこんなもんっすよ。千葉に住めば。ああ、まあ、千葉とか埼玉とか行ったら安いだろうけどね。でもほら、もう仕事っていうか、ここで人とのつながりができたから、そう、人とのつながり切ることになっちゃうかな。リアルはこんな生活。よ、まあリアルだよ。ああ、中卒犯罪率めちゃくちゃ高いね。跳ね上がるからね。学歴別逮捕率で考えると。学校は出るべきだと思う。学校は出るべきだよ。映画いつ撮るの？クランクインはどれくらいだろうね。今年の冬ぐらいにはクランクインしたいけどね。間取りがよくわかんない。だって間取りもクソもない。7畳で、ど真ん中に仕切りでメタルラックかましてるからね。だから、ベッド、部屋の半分が、ベッドで部屋の半分真ん中に、パーテーションでメタルラック。で、ソファー、パソコン席だから。あと、向こう側にキッチン。石野は、ふわっち退会しちゃって。大学、いや、お金持ったら大学行かないね。お金持ったら映画にぶっ込むかな。優先順位的には映画にぶっ込むね。よし君とはもう会ってるよ。もちろん。すごくいい子だった。映像が大好きで。ぜひ、やりたいって言ってくれたよ。いや、映像が好きなんだよ。志のある人だと思うよ。キラキラしてていいよ。カメラずーっとやってるからね。あ、ダメだ。眠くなってきた。石野とは絡まない。俺、石野と連絡タイミングがあって、石野が調子いいとき飯食いたいかな。まあ、縁だからね。まあ、最近は顔見れてるから安心してるから、石野がタイミングいいときなんか飯でも行けたらなと思うけど。
ねえ、好きなことできるのはいいことだよね。本当にそう思う。いや、でもファンがいるじゃん。ジェダイさんとか。すげえ稼いでるよ。あんな100万、200万稼いでるんだから一流だよ、ジェダイさんは。なんだろうね、150万いったかどうか。計算しないとね、まだ全然計算してないけど、いってるかな。平均睡眠時間バラバラっすね。寝たい時に寝て起きたい時に起きてるんで、バラバラですけど、13時間ぐらい寝てるかな。お金があったらどんな映画撮りたい？どんな映画撮りたいのはね、もう決まってるんだけど、編集するソフトとね、撮る機材がないとね、難しい。言葉で表現するの難しいよな。昨日も写真撮ってたけど、言葉にできないから映像をやってるんだよね。言葉で説明するのは難しいな。まあ、綺麗な絵を撮りたいよね。結構ロングスリーパーだね。平均13時間ぐらいかな。まあね、3日、毎日頑張るしかないよ。スピルバーグは天才でしょ。最高に才能あふれて、子供みたいな人なんだろうなって思うな。子供の心を忘れてない人なんだろうなと思う。むしろ、スピルバーグが俺は映画監督のイメージだな。スピルバーグこそ映画監督だね。あ、もしもし、ブルーカラーですか、ホワイトカラーですか？ブルーです。そうですか。いいですか？あ、どうぞどうぞ。ちょっと、セミゾーなんだけど、ごめんなさい。わかってました？いや、わかんないけ月収ど。は？わかんなかった。で、月収はいくら稼いでるんですか？いきなりで申し訳ないんですけど。いや、バラバラだよ。バラバラ？結構儲かっだったでて、しょ？配信者はだって月収固定給じゃないんだからバラバラだよ。あれ？棒読みになってますよ。俺はなってないけど。俺か。一回落ちた方がいいですか？それでもいい？棒読みでは。俺は聞こえないからいいけど。これはまあまあ、いや、だから、和藤さんみたいに配信だけで食っていけるの。てか、今日俺仕事なんすよ。はい。嫌だなぁと思って。はあ、嫌なんだ。仕事行きたくないんすよ。だから、この2時間後仕事行かないといけないんす。嫌だなぁと思って、電車に揺られて、
死にそうだ。月曜日が一番嫌な日でした、昨日は。死あ、にそうそうだな顔んして、だ。下見ながらと思って。そうなんだ。だから、マドさん、羨ましいなと思って。なんで？だって、余裕で生きていけるでしょ。余裕で。余裕だった日なんかないよ。生きていけるじゃないですか。もうないでしょ、そんな。頑張って、這いずり回ってんだよ。結構いい生活してるでしょ、あなた。知ってるかな？毎日毎日へばりついてる感じだけど、いもや、がそいのて。ニートをできてる時点で、いい生活をできてるんですよ。だから、羨ましいなって俺は思ってるんですけどね。なんかその変われるもんなら変わってほしいなって。いや、多分俺の人生は俺以外の人は無理だと思うよ。楽しいでしょ、だって今。まあ、割かし。こっちはだって、こっちはだって働いてばっかり嫌なんですよ。やめれば働くの。生きていけないじゃないですか。なんで？いや、だから金必要でしょ、常に。まあ、しばらくは生きていけるけど。大丈夫だよ。だからなんか、就職しないといけない流れってのはすごい嫌なんですよね。しなきゃいいじゃん。そう、だからもうなんか、だからなんだろう、和道さんみたいに楽して生きたいなと思ってて。生きりゃいいじゃん。工場じゃねえよ。あ、でもね、配信やってる目的はそこなの。要はね、中卒で、バカで、アスペで、発達障害で、ナマポで、低学歴で、IQ83 でって、超低スペックな俺が、やる気だけでどこまでいけるのかっていうのがニコ生の時のコンセプトだったの。で、それを全部見せてきたのに、まだこういうこと言う人がいるんだって思うよああ、まあ、ね。それでもやればいいのにっていう。嫉妬。嫉妬、それ。いや、それやってないだけじゃん。やってない人がやりたいなって言ってて、やりゃいいのに。嫉妬。羨ましいんだよ。やりゃいいじゃん、羨ましいなら。やらないんだもん。でも、生ボっていくらもらえるんですか？話変わるけど。13万。東京で一ああ、人暮らしだと。13万じゃちょっと生活できないな。東京の場合だよ。ああ。住んでるエリアが地方だったら、どれくらいだろう。2万下がるから11万ぐらいじゃん。青森とか、群馬と20かがだっないたら。ときついから、生活は。やっじぱゃあ批働判けばじいいゃん。じゃん。じゃあ働けばいい働じゃん。くしかないんだよ。働けばいいじゃん。働いてるんですよ、だから。別にやりたいことやってんじゃん。もし生まれ変わったら、なんかジャニーズに入れるようなイケメンに生まれたかった。え、お前さ、ジャニーズに入ってる人が楽して稼いでると思ってんの？いや、楽してるとは思ってないですけど、顔に恵まれてるでしょ。顔に恵まれてるけど、彼らはものすごい努力してるけど、売れてじるゃあ、人。顔に恵まれたら努力するわ。いや、顔に恵まれてなくても才能のある人とかクリエイティブな人はいっぱいいるよ。いや、だから、障害とかあったらしょうがないでしょ。俺、精神障害2級ですよ。よし、精神障害2級で活躍してる人いっぱいいるよ。誰が？草間さんとか。だから今後俺はどうすればいいんでいや、だから頑張ってないやつに、美味しい思いなんかないよ。いや、俺、週7でジム行ってますよ。いや、だから、ジム行ったら筋肉がつくだけだよ。筋肉がつく努力をしてるだけでしょ？だから俺筋肉はめっちゃあるんですけど、いや、だって筋肉がつくためのトレーニングだからね。毎日2キロ走ってえ、んですよ。お前さ、2キロ走って筋トレしたらさ、年収上がると思ってるの？いや、思ってないです。ただムキムキになって、
健康的になっただけだって、日常生活は特に何ら変わりもないっていう。そうだよ。そういうもんだから筋トレって。いやだから要するに、ブサイクなアスペ、ブサイクで頭の悪いアスペは、金を稼ぐしかない。それしかない。俺は金追いかけてる自分が嫌いで嫌いでしょうがなかったからもうやめた。俺はもうだから FX やってるの、まあ、最近ちょっと調子悪いけど。うん。調子いい時で FX っていくらぐらい儲かんの？元金いくらで。まあ、人によるけど俺はだいたい今月で20万ぐらいです。なんで20万稼いでんだったら働かなくてよくない？いや、絶対勝つと限らないでしょ、FX なんで。ああ、保険で働いてるってことか。だって俺だって38万まで買ってて。あ、すごいじゃん。で元でいくら？え？元で100ぐらい？元で最初いくらだったかな？元で10万から始めて。お前それすごいぞ。10万で、10万から始めて、資産形成でそれパーセンテージで言ったらめちゃくちゃ才能あるぞ。いや、だからそれは始めたのはもっと前ですよ。そっから増やして。いや、お前、バカすぎるだろ。お前、自分の勝率考える。本当に10万から始めて、プラスになってるんだったら、お前、そんな働いてる暇あったら、全然 FX で画面張り付いとけよ。レバレッジ率でか、何が違うの？お前が言ってることそういうことだ。いや、絶対に勝てるって保証がないから働いてるんですよ。負けるとかはしないでしょ。バカすぎるわ、お前。バカすぎるわ。10万から月収20万作れる能力が本当にあるんだったらだよ。複利を考えたら、お前は FX に張り付いてたらとんでもない才能を持ってて、億プレイヤーにな、バカだな、計算できない。不可視じゃないよ。だったらやれよ。お前、時間の無駄だろうが、今しかないんだから。俺のツイッターみたいなの載ってるよ。何が載ってんの？あの FX の毎日の記録。俺 FX 興味ないもん。ああ、そうですか。はいはいはい。いや、俺のこと吹かしてるやつがいるからね。だから38万まで勝ってて、一気に18万負けたんですよ。20万に。トータル勝ってんでしょ？トータルは勝ってるけど、そういうことがあるんですよ。トータル勝ってるんだったら勝ってるんだよ。いや、バカだろ、お前。ちなみに、和道さん、ね、FX に貼り付けば貼り付くほど負けやすいんですよ。なんでかわかります？トレードスタイルが合わないってこと？あのね、デイトレ、デイトレ。まあ、仕事するじゃないですか。うん、仕事してる間にめっちゃトレードが、めっちゃ上がったり下がったりするとするでしょ。うん。で、その仕事終わった後に見るじゃん。うん。で、値動きめっちゃ変わったら、そのめっちゃ下がってる時に買ったら、大体勝つんですよ。で、上がってる時に下げを買ったら貸すんですよ。だからずっとスイングトレードが得意ってこと？そうそう、貼り付けば貼り付くほど負ける。うん。だから、仕事してたら絶対に FX をできない状況を作っていれば。いや、要はデイトレが苦手でスイングトレードが得意ってことでしょ？そう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 。だからずっと貼り付いてる方が負けやすい。うん。うん、いや、それは人によるけどね。あ、まあまあ、そうだけど。だから、仕事してる間にめっちゃ値動き上がって、例えばめっちゃ上がりました。で、仕事終わった後にこの上がった時によし、下げを買いました。で、下げで儲かるっていう感じ。その繰り返し。いや、だから、スイングトレードが得意なんだね。で、終わってるんだって。そうです。で、そのトータル買ってるのも別にツイッターで見せます。うん、あ、だからニートほど FX は負けやすい。正規信号とかね。なぜかといえばずっと張り付けるから、相手は。わかる？だから働いてた方が FX は勝ちやすい。だからずっと張り付いてるやつの方が FX は負けやすい。関信号とかね。何回言うの？もう、もう分かったから。分かった？分かってるから。うん、本当に？だからスイングトレ、分かってる分かってる。細かい値動きで見るんじゃなくて、一日一泊置いて見た値動きの方が冷静でいられる、冷静な判断ができるっていうことを言ってんでしょ。そうそうそう。例えば寝てる間にめっちゃ上がってるとか下がってる。いや、だから分かった分かったって。うん。そう、勝ちやすさは同じなん、
だから香川は行ったり、あの飛び出しんちで行ったり、俺はできてるんですよ。もったいな。お前バカだろ、本当に。いや、香川は面白い。その、違う、その、ね、例えば10万元で20万作れたってことは、資金が30あるわけでしょ？で、30でやったら、どういう額だ？ 60 万作れんだよ。で、60、2ヶ月目、え？資金はもっとありますよ。今月の価値が20万ってだけだから。だから10を元で20増やせたっていう話をしてるだろ、はいはい、だから資金が多ければ多いほどパーの世界なんだから、あれはそんな富田新地とか金使うことよりも FX に投資した方がどんどん金増えてくるんだから。いや、だからその投資の儲かった分の半分しか使ってません。半分も使ってんだって。だって先月も先々月もずっと買ってるもん。だから複利を、複利で計算しろよ、複利で。いや、だから半分だけを出金して下ろして、いや、だからその半分、半分がね、複利で12ヶ月で勝率でいくらの額産むと思ってんのよ。いや、でも人生は、まあまあいいよ、お前の人生だから。まあね、そうそう、だから明日死ぬかもしれないんだから、遊ばなきゃ意味いなくない？だったら FX なんかやめちまえよ。だから入れ墨入れたりとかしたんですよ。うん、いや、マジで、うん、だから、なんていうのかな、ワトさんも FX やってみる？FX やん、向いてないと思うよ。もう元でないし。教えましょうか、俺、原田さんでは絶対うまいっすよ。いや、原田さんの FX 見たことないから。うまいと思う。びっくり、びっくり。びっくりするぐらい下手くそな、なんか、うん、そうですね、はい、まあまあそうだ、うん、だから遊んだ方がいいかなと俺思ってますよ。例えば10万稼ぎます、5万使います、5万を増やしていきますみたいな、貯金っていうか、そっから、うん、だからどんどん増えていくんですよ、うん、うん、やっぱの飲んだりした方が面白くないですか？香川バーとかいいっすよ、安いし。いや、俺安い酒飲むのとかあんま興味なくて、誰と飲むかだと思ってるから。いや、だから安いし、いろんな人と絡めるからいいですよ。いや、安い店で飲む層って安い酒しか飲めない層だから、俺そういう層と飲みたくない。いや、だからブルーカラーはそうなんだって。難しいなぁ。うん。酒飲む仲間なんていないだろう。和藤さん、飲む仲間いるんすか？秘密。秘密？の今度飲みましょうよ。うん、ああ、絶対やだ。キャスバーだったら怒りますよ。ああ、もう絶対やだ。他は、高いとこは無理ですけど、キャスバーぐらいならいけますよ。ああ、いい。僕、ブラックカラーなんで。無理。いや、原田さんはびっくりするぐらいバカで下手くそ、本当に。格闘技も下手だけど。バドさん、今度飲みましょうよね。いや、やだ、お前とは飲まない。お前と酒飲む時間なんかない。嘘だ、いつも暇そうでしょ、あんた。だって暇なの楽しんでるんだもん、俺。暇になりたくて頑張ってるんだもん。暇になりたくて頑張ってる。うん。毎日、いや、だから毎日やりたいことだけやれるように頑張ってるの。暇ってそういうことでしょ。やりたい時にやりたいことやるのが暇って概念だ。ああ、そのために今生きてるの。そう。それでいいわけ。いや、それが良くて俺は頑張ってんだよ。他に楽しみないんすか？声がなんか変なんだけど。え？他に楽しみないんすか？他に楽しみ？あ、ないね。ない。うん。俺はこうなりたかったっていうのはないっすよ。いや、なりたい自分だもん、今。本当に？
だいたい 95% ぐらい。あと 5% がすごい遠い。本当にそうですか？俺、ワドさん、なんかもっとはっちゃけてほしいなって、うん、なんかその、変になんかコリコだなと思ってます。もっとなんかバカになってほしいよね、俺みたいに。ノーセンキュー。FX なんで、パチンコスロット競馬よりも簡単ですよ。パチンコと競馬と FX 全然違うけど、そもそも。違うけど、競輪にはあるけど、うん、一番簡単 FX が。ね、が意味がわかんないんだけど、いや、株とかさ、その、金とかさ、先物とかで話したとえるならわかるけど、あ、いやパチンコとスロットより簡単って言われても、よくわかんないんだけど、パチンコスロットとかってボタン押すだけでハンドル握るだけじゃん。で、お金を溶かす作業じゃん。違う、勝率の話。いや、勝率？っていうか、ギャンブルなの？簡単かって教えましょうか。はあ。上がるか下がるかの2択しかないから。ただそれだけ。超簡単だろ。こんなもん、どうやったら負けんだろ。よっぽどバカじゃない限り負けないですよ。はあ。で、セキシングが負けた理由っていうのは、はい、ずっと FX に、引きこもって、張り付いてるから負けたんですよ。ニートだから。はい。え、粉茶を飲むと、FX の勝率が上がるとか、そういう話に聞こえるんだけど。まあ、もうわかんねえやつだな、ほんとに。じゃ、だからね、FX っていうのは、実はそんな難しくない。難しくない。はあ。で、勝ちたいなら、今日だって、あ、今見せましょうか？ちょっと待ってくださいね。あ、今日まだま、あ、待って、全然勝ってないけど、ごめん。嘘ついた。ちょっと今見せますね。勝ってねえのかよ。ちょっと待って。やばいじゃん。今スクショするから待って。負けてんのかよ。ちょっと待って待って、今スクショするから。ちょっと。負けてはないけど、うん、負けてはないけど、全然勝ってない今日。まだ種戦ぶっちゃけいくらの種戦は今300です。310万です。すごいじゃん。全然増えてない。いや、勝ってるけど、今始めたばっかりだからごめん。いや、すごいでしょ、310万。俺、そんな金持ったことない、金融資産。あ、違う、これ680円だ。ちょ、待って。バカだな。画像がちょっと待って。損益680。違う。映ってないんだって、待って。映ってない。どうやってやるのこれ。ちょっと待ってて、うん、ちょ。プラスかマイナスかもわかんない、これ。ちょっと待って、違う、ちょっと映せないんだけど、これどうやったのこれ。ほんとバカだな。いいよ、もうバカなんだから。アスペクト比の計算もできないんだから、お前は。ちょっと待って、つってんだろ。え、これどうやって、あ、映す、あ、これでいいんか。日時計算で、ちょっと待って、縦にすればいいんか、こうか。あ、できた、これ。あー、ゼロ。ちょっと待って、映らねえじゃん、これ。ちょっと待って。いや、分かるよ。1680円プラスね。プラスじゃん。16,800円の、ゼロが見えないの、これ。拡大できない。いやいや。いや、点の位置で分かるでしょ。バカでしょ、お前。あ、ほんとだ。あ、ごめん、嘘ついた。底なしのバカじゃん、お前。お前、自分で買ってる数字、1680円見えなかったの。じゃ今、1万6000円かと思ったんですよ。そうだろう、もう。じゃあ戻しますね、写真。はい。
いや、だから、FX は簡単ですよってこと。え、なに、バイナリーオプションとかじゃないよね。僕、仮想通貨 FX なんで、結構簡単ですよ。仮想通貨 FX か。仮想通貨 FX っていうのがあるんだ。あのね、ビットコインの FX。だから、要するに、ただ FX。いや、女配信者っていうか、いろんな人間から嫌われてる、俺は。え、ビットコインやってんの？ビットコインの FX ってこと。上げると下げるとじゃなくて、ビットコインを買うとかじゃなくて、ビットコインの FX。だから、買うとか、普通のなんか、海外の FX あるでしょ。そのビットコインバージョンの FX。ショートとロング。ただ、ビットコインを買うだけとかじゃない、そういうのじゃない。いや、ちょっと説明が難しいけど。なんかあんだ、そういうのが。そう。ビットコインではないんだ。ビットコインの売買ではないんだ。FX ってこと。わかんねえっつってんだよ、それが。わかんない。シャイボーイではありません。アホでもありません。え、現金化はできるの？あ、できるできる。それをよく出金してるんですよ。それで遊びに使ってるんですよ。だから手数料ちょっと高いですけど、うん、出すときのね、540円かかっちゃうんだけど、ちょくちょく毎週下ろしてる、うん、いつも。だからやった方が俺はいいと思うけどね。いや、俺やんない FX は。なんで？時間の無駄。時間の無駄？うん。だらだら生きてる方が時間の無駄だと思うんですけど。そう。だらだらするために頑張ってるんだよ。だらだらするために？いや、でも、なんだろうな、うん、もったいないな、FX。やった方がいいと思いますよ。いや、やんない。本当に？いいじゃん、それで儲かってんなら。いや、俺が儲からない。ごめん、さっきの、うん。1万ナモっていうのは嘘でした。ごめんなさい。1800円。1680円。そう。桁間違えました、一桁。俺、目が悪いもんで。うん。いや、時間の無駄じゃありません。うん。だらだらしてません。もう元でないよ。あれ、スクショできない。なんで？ちょっと。あ、元でないんすか？ 10 万ではできますよ。10万もないよ。あ、今できた、できた。見せますね。はい。いや、別に見たくないんだけどね。あ、増えた。ああ、また増えた。300円増えたんだね。あ、また増えた。ちょっと待って。うん、2100円だった、次。うん。あ、2190だった。ちょっと待って。うん。よかったじゃん。ちょ、マジ。うん。マジ。あ、増えた。いや、よかったじゃん。いや、本当に。うん。マジ。いや、だから、よかったじゃん。総資産0円って何これ？あ、こっちに総資産映らないんですよ。ん？こっ
こっちには映らないんですよ。だから別の、あのね、FX の方とビットコインの方っていうの、2種類は、2窓があって、こっちには映らないんですよ。おー。まあ、よくわかんないけど。これね、ビット、これし、ビット、あの、知ってる人ならわかる。うん。ちょっと俺、釈迦の水取り替えてくるから喋ってて。はい、どうぞ、お願いします。映る方映せ。デモじゃない、結構儲かってますよ。ソイさんは今320で、仮想通貨は FX なら稼げるっつってんだろ。ただいま戻ったわ。 FX なら勝てるっつってんだろ。だって、仮想通貨、勝ってんだからいいじゃん。どうやって勝てるのって、じゃビットコインが下がったら、ショート打てばいいだけじゃん。ビットコインが下がるでしょ？じゃ総資産ゼロはこ、あのね、ビットフライヤーで検索したらわかるけど、総資産映りません。え、俺ビットフライヤーやってるけど、そうしたら映ってるけど。違う、こっちでは映らないの。だからさ、FX の方は映らないの。いや、現金がなくてビットコインに全。じゃあなんで日時損益がプラス2132になってるの、そうしたが0円っておかしいでしょ。そうだったらこっちの方も2132ってなるでしょ。だから元で全部ビットコインに変えちゃってるってことでしょ。ややこしいな。ややこしいな、説明が。上がってもいいっすよ。だからビットコイン的にってことじゃないの。そうそう、ああ、それでいい、それでいいです。でしょ？はい。あ、ビットコイン昨日下がった。でも俺たまたまショートしてたからよかった。逆に張ってたってことでしょ？そうそうそう、たまたま。じゃあ、何ビットコイン持ってるのか言ったらすげえってなるんじゃないの？何ビットコインじゃなくて、あの、300万の。フリフリのなんかやつ見たらわかる。見ないけど。上がる上がる全然。ビットコイン上がるんだ。ビットコインは上がりますよ、また。今ロングしてるもん、俺。絶対にロングした方がいい。絶対にロングした方がいい、今。今、絶対ロングにした方がいい。今絶対ロングにした方がいい。絶対にロングにした方がいい今。いや上がる、こんだけ下がりまくったら上がる。なくなりません。絶対という言葉を使っていいほど大丈夫。絶対ロングにするべき。俺はロングにするべきだと思う。ロングにするべき。あるんだ。絶対と言っていいところがあるんだ。
るんだ、それが。だって、昨日ショートにしてて、今さっきロングにしたの、起きてから、うん、起きてから増えてるのがこんだけってこと。わかるだろ、少し考えりゃ。ちょっと待って、和田さん、ちょっと待ってね。いいよ。うん。また一人来た。あ、もしもし、どうも、ワトさんですか。はい。はじめまして。あの、ツイッターなんかフォローされて、あの、一応上がらせてもらったんですけど。ツイッターフォロー？はい、フォロー、あの、されてまして。フォローしてないですよ、僕。いや、あの、多分あれ、ワトさんと思うんですけど。え？そうなんですよ。ほんで、ちょっと上がらせてもらったんですけど。僕、フォローしてないと思うんだけどな。いや、なんか、多分、ファトさんと思うんですけどね。僕、3人。僕、配信者でちょっとやってるんですけど。何配信者？ホームレス配信。音楽がうるさいんですけど、なんか音楽聞いてもらってもいいですか？はいはいはい、音楽聞きますね。はい。はいはい。ありがとうございます。なんか、上がらせてもらって、じゃ初めて上がるんですけど、申し訳ございません。ちょっと緊張してます。ああ、全然いい。いや、リラックスしてくれていいんですけど、僕、ツイッター。はい。ツイッター見てもらったら多分。ツイッター、俺がフォローしてるの、あなたのこと。はい、フォローしてくれてまして、ほんで一応上がらせてもらったんですけど。ちょっと待って。はい。俺、フォローしてるのって、北郷さんと、三松さんと、なんだっけ、北郷さん、俺3人だけだけど、北郷さん、三又さんと、あと小川祐希さんだけだけど。ってことは和道さんの違う別派の人がいてるんですかね、かな。はい、申し訳ございません。間違えましたけど、ちょっとごめんなさい。いや全然、いや、あ、全然いいよ、全然いいよ。で、あ、いいですか、どうした。お、いいよいいよ、全然。いや、全然ちょっと喋りたかったんで、うん、なんか。うん、喋ろう、はい、じゃあ。ありがとうございます。なんか映画をなんか来年とか言って、うん、そっからちょっと僕見させてもらってるんですけど。はいはい。うん。完成は近いんですか？完成はね、2020年の夏に放映したいんだけど、クランクアップして。もうね、人と金が集まってないから、ちょっとね、やばいね。ああ、そうなんですか。やっぱり結構、あの、制作費のお金いってますもんね、映画とか。大丈夫ですか、今なんか眠たそうな感じしますけど。うん。もう一人の方もすみませんけど、喋ってくださいね。僕、ちょっと邪魔入ってしまったかもしれないですけど。ああ、大丈夫ですね。はい。大丈夫ですか。一番の邪魔、あるしなんで、大丈夫ですよ。あるし？いや、何でもごめんなさい、今すみません、何でもすみません、はい。はい、ジャックナイトさんですか、この方。ゆうとくんですか。あ、この画像ですか。え、あの、本人じゃないですよね。あ、僕は違いますよ、はい。ああ、そうなんですか。あの、この画像は本人許可を得て使っているので。ああ、知り合いってことですよね、おたら。あ、そうです、もう知り合いだし、もうリアルで何回も会ったりしてるんで、そういう中です。ああ、なるほど。ああ、はい、すみません、申し訳ないです、はい。和藤さん大丈夫ですか、眠たそうなんですけど。おお、大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。うんうん、いや、ちょっと上がらせてもらいます、すみません、もう初めて上がるんでちょっと緊張しますけど、うん、いや、なんで。いや、なんかもうそのフォローされてなんかちょっと嬉しかったんで上がらせてもらうんですけど、多分違うアカウントなんですね。間違えましたね、うん、僕申し訳ございません、本当に。おいいいいはい、うん、うん、まあね、そういうこと。なんか、なんか、なんか来年、なんか、言うて、ちょく、はい。あ、大丈夫、喋ってください、はい。自分の家だと思って楽にしまっていいですよ。家だと思って。いやいやいや、その大手さんですもん、和藤さん。
ええー、大手じゃないよ。いや、すごいですよ。すごくないよ。本当ですか。人間も伸びてしまって。一言コメント入力してください。これなんかよくわからへん。あ、でも、もうそんな落ちますね。いやいやいや、落ちないでくださいよ。そろそろ僕ちょっと仕事の準備するんで。ああ、そうなんですか。うん、じゃあな、どかた。僕、ワトさんと一対一で喋るすごい緊張しますわ、今。どこやどこどこだバカにしてんだろう。いやどこだ大嫌い。大変ですもんね。大嫌いだ。どこだ。いやガタ。どこ嫌いですか和藤さん。大嫌いだ。なんでなんですか。わかんないけど嫌いなんだよね。ガテン系バカにしてるだろう。ガテン系じゃないけど。いやですってすごい大変ですもんね、ドカタの仕事。いや、ドカタなんだよ、バカしかいない。俺しかもドカタじゃねえし。バカしかいない。いや、バカにしてんだろ、ガテン系よ。ワドてめえ。まあまあ、構造労働者はまあ、ドカタよりマシだけどね。ああ。物を作ってるからね。ああ、確かに。なんかその道路作った人とか大変ですもんね。いや、ドカタなんか何にもしてないよ、あんなの。あ、何もしてないですか。いや、俺ドカタなんか評価してないもん。へぇ、どうなんすか。うん。どんなあれなんですか、映画の内容なんですか、ちなみに。映画の内容？はい。映画の内容ここで話したら映画作る意味ないっしょ。そうですよね。意味ないっすよね。確かに。ちょっと聞いたかったんですけどね。ほう。うん。まあまあ、かっこいいもの撮りたいだけ。ああ、なるほど。まあでもセンスはあると思いますよ、和田さんね。ね、まあ、センスあるよね。それはもう監督とか、あれですよね。人がなかなか集まらない。されてるんじゃないのかなと思ってますね。まあね。まあ、それなりに、まあ結構、なんだろう、まあやるだけやってんじゃないのかなみたいな、そういう印象はあるかなって。まあね、すごいですね、やっぱり。そう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 、すごいの。うん、そうそう、大変ですもんね、いろいろ考えることも大変だよね。うん、大変だよ本当にね。人が全く集まってないんですよね、うん。そうそう、全くっていうか、まあ、うん、20人で作りたいんだけどね、はいはいはい、6人7人とかかな今。あーってことは十何名まで足らないみたいな、うん、そうだね。うーん、結構ね、人が、はいはい、ほんと人手がいるんだよ映画って。あー確かにいりますよね。うん、そう。まあでもまあ俺は成功すると思いますよ。俺も思う。そんだけ自信があると成功しちゃうんでしょうね、やっぱり。もちろん、うん、だって始める前から、うん、始める前からあんだけ叩かれてる人間が成功しないわけないじゃないですか。ああ、そう、いいこと言うね。いいこと言うね。なるほど、めちゃくちゃ叩かれてる。それだけ注目されてるってことなんですよ。まあ確かに。本当にどうでもいいんであれば話題にすらしないっていう、うん、誰も話題にすらしないけど、始める前から嫌われすぎて叩かれまくってるってことは、嫌われすぎてってネットの中の注目度はすごい高いってことなんっていうことは、だってね、作品そのものは見ると思うんですよ。映画一本も撮ってないのに映画撮ってるっていうのが広まってるからね。でしょ。一本も撮ってないのに、もうそう、一本も撮ってないのに映画監督だっていう認識があるんだよ。そんなやつ世界にいる？いてないですよね。勝手にうなぎ登りになってるんですよ。そうだよ。俺だけだよ。やばいことになるよこれは。すごいですね。始める前からもうすごい、うん、すごい人気だ。始める前からもう始める前からもう始まってますよねすでに。そうだよ。車に乗ったことがないのにレーサーだって言ったのに通用してるんだから。すごいですよね、それ。そうだよ、そうだよ。へぇ、うん、作品の紹介すらまだしないのに、まともに。そう。だから、シドビシャスだよ。ベース弾けないベーシストみたいな感じだよ。はーい。うん。世界で一番有名なベーシストはベース弾けないんだ。うん、そうですよね。うん。すごいですね。
もう自信に満ち溢れてますもんね、顔見てますけど、今。そうだよ。才能はあるんじゃないのかなと俺は思うんですけどね。才能だけでやってきたからね。へえ。結構ね、まあ、内容はどうあれ、見る人は いっぱいいると思いますよ。内容はいいか悪いか。僕も見たいですもん。見てよ。見たいという心理は今すごいあると思う。あの、3000人目標だよ。3000人目標。アンチ多いんで。もっと行くんじゃないですか、3000人どころか。3000人もし行ったら、普通にあのニュースになるレベル。あの、映画業界で。インディーで個人で3000人単館上映行ったら、あの、本当に、あの、次の作品、出資が本当、ボンって集まるレベル。へー、すごいですね。あの、ちゃんとした映画館で2本目できるレベル。すごいですよ、本当に。いや、だからその、そういう、なんていうのかな。結構、その、ものづくりとかの才能、昔からこの和藤さんあると思って、なんか、まあ、いろいろ作ったりしてたじゃないですか。なんだっけ、なんか変な、なんか木造みたいな、木造じゃない、なんかステッカーじゃない、なんか作ったでしょ、チューイングかなんかして。何でも作るよ、俺は。何でも作るでしょ。そんだけ才能があるから何でも作られるってことですよ。そうそうそう。才能しかないから。そう。すごいですよね。そう、すごいの。もう、あれですね、和藤さん配信できて、もう長いんですか、ずーっとして。6年かな、俺は。6年ですか。すご。今年7年目かな、7年目に入るのか、もうすぐしたら。すごいですね。すごいんだよね。すごいですね。だってもう、車も乗ってないレーサーと言われるし、もう何でもね。そう。もう何でも通用する。多分和藤さんの右に出る人間っていうのはなかなかいないと思うんですけどね。だからまあ、マイケル・ジャクソンとかジョン・レノンとかレオナルド・ダ・ヴィンチだよね。ジャンルはね。配信者じゃなくて。ああ、なるほど。アーティスト。そう、もう彼はもうそういうアーティスト。すごいですね。イエス・キリストとかと同じジャンル。世界が認めてるって感じ。ああ、そうなんですか。世界が認めてるんですか。まあね。この大手配信者も多分みんな楽しみにしてるんじゃないですか、多分。まあね。まあ、楽しみ多分してると思いますよ。みんな多分注目がすごいんですよね、やっぱり。いや、大手配信者っていうか、なんていうのかな。スピルバーグとかが多分、スピルバーグって、ね、あのスターウォーズでしょ。そうそう、もう本当にあの、まあまあ、ジャスティン・ビーバーとか。はいはい、ジャスティン・ビーバー、なんか新やちもジャスティン・ビーバーがなんか言ってましたもんね。なんかそういう感じだよ俺は。へえ。マーティン・スコセッシとかね。この前だって外人がコメント書いてたもん。あ、そうなんですか。英語で。すごっ。このドガタの方は、いいよいいよ、ドガタね。ほだら、ユウト君と仲いいんですよね、この右の方。え？ユウト君と仲がいいんですよね、この画像使ってもいいっていう言われてるぐらいで。すごいですね。会ったことあるんですか？ありますよ。あの、実家まで行ったことありますよ、全然。実家まで。はい。母親になったりとか、親父になったりとか。すごいですね。もう親父が元でなんか暴力団みたいですけどね、なんか、本当かどうかわかんないけど。いや、そんなこと言わない方がいいと思いますよ、個人情報のこと。あ、そうですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。そう、ごはん。今本当かどうかわかんないけど、その本人が言ってたから。まあ、そういうやつ言いまくるのやつ嫌いだわって。あ、そうです。あ、てか僕そうそう、ちょっと落ちますね。ちょっとマジで。はいはい、ドカタ。ドカタバイバイ。あ、そうそうそう。そのドカタとか言うからちょっと引き伸ばしたんですよ、今。だったらドカタじゃないっつうの。ドカタじゃないっすか？ドカタみたいな。
ドカタだよ。いや、ドカタ嫌いなんすか、そんなに。大嫌いだよ。ドカタじゃ、和藤さん、ドカタの何が嫌いなんすか。全部。全部？うん、好きなところ一つもない、ドカタなんて。てか、ドカタじゃねえっすよ。あ、ドカタじゃない。ドカタ、ドカタだよ、お前なんて。ドカタでしょ、こんなの、こんな喋り方。喋り方が顔とか見てもドカタ顔だし、うーん、ドカタじゃねえ。顔やってやったんですか、動画。そうそうそう、顔見せろよ、ドカタ顔。一回見せてくださいよ。ドカタ顔だよ、すごい。ドカタ顔ですか。いや、顔見たらこいつドカタだなって思うもん。ああ、なるほど。見せてみればいいじゃん、ドカタ顔だから。そうそう、見せてください、和藤さんに言った通り。ちょっと見たいんで、ちょっと興味ありますよ、僕。ドカタ顔ってなんすか、失礼な。いや、ドカタ顔だろ。ドカタじゃねえっつってんだろ、お前。いや、ドカタしかできない顔だよ、お前なんて。なんだてめえ、この野郎。なんだてめえ、この野郎。ドカタだろ、この野郎、お前。ドカタじゃねえかよ、どっから見たってよ。うるせえ、この野郎。おい、ドカタだったらもっと朝早いよ、この野郎。うるせえよ。ドカタは60億だろ、こんなのてめえ。うるせえ、現場行けよ、お前。現場じゃねえ。作業着着てねえよ、この野郎。うるせえよ。こっちは私服で仕事してるぞ。雨の日にパチ屋うろつくな、ドカタで、ドカタの服で。パチ屋で来たねえ。雨の日なんで余計行かねえよ、晴れの日しか行かねえよ、パチンコなんてよ。雨の日なんか行く。雨の日にドカタ行くわけねえだろうが。うるせえ、にやげ。仲いいんですね、お二人さんね。おい、てめえ、この野郎。調子ってなんだよ。あ、なんか2500、あ、2600円増えてた、今。うるせえ、ドカタ。うるせえ。顔出して言ってますよ。時給2500円だぞ、今。じゃドカタさん、顔見せて言ってますよ、みんな。ドカタさんって言われてるし。じゃあ落ちますね。はい、ドカタバイバイ。また来ますんで、はい、お疲れ様でした。はい、失礼しますね。ありがとうございました。もう一人の方も、関西ホームレス IC さんもありがとうございましたね。